ああ、どうしたんだ。いや、すまん。リーナ先輩の卒業試合の前に、俺たち初等練士にはある関門が待ち受けていた。それは上級修験士への昇級試験だ。この試験で俺と雄二の命運は決まる。なぜなら、聖号騎士になるためには上級修験士になることが最低条件であるためだ。いよいよだね、キリト。ああ、緊張するよな。ついに今日かって思うと。長いようであっという間だったな。学院に来て1年が経つなんて信じられないよ。ああ、でも今はしみじみしている暇なんてないぜ。重圧をかける気はないけど、この試験にかかってるからな。うん、そうだね。聖号騎士になるにはまずこの戦いで上位10人以内に入らなくちゃならない。ん？ちょっと真面目な話してたのにどうしたの？キョロキョロして。いや、メディナの姿が見えないと思ってさ。え？そういえば確かに。メディナはいつも試験の時は早めに来て練習してるのにさ。ああ、そうだね。もう1時間前だし、何か聞いていないの、キリト？なあ。なあ、ユージオ。もしもの話なんだけどさ。何？もしも、俺がお前にすごい隠し事してて、それについて悩んでるとして、その隠し事は絶対にユージオには知られたくない。そんな時、ユージオだったらどうする？難しい質問だね。だよな。変なこと聞いて悪かった。待って、答えになるかどうかは分からないけど、もしそんな状況になったとしても、僕はキリトのために何とかしたいと思うよ。隠していることを知ってキリトを傷つけるかもしれないって思っても放ってはおけないから。その友達だからね。ほうほう、ユージオ君は優しいな。さすが俺の大親友だ。やめろよ、なんか恥ずかしいだろ。それより何かあったの？いや、少し聞いてみたかっただけなんだ。深い意味はないよ。それならいいんだけど。なぜここへ呼び出したの？試験はもうすぐのはず。君のためだよ。どういう意味です？欠陥品のオルティナノスケが身の丈に合わないことをするのを防ぐためだ。私は何も。何も悪いことはしていない。何も自分に責任はないのに、なぜいじめるの？そういう態度、昔から大嫌いだったよ。でも不思議だな。それを見るたび、もっといじめたくなる。行かなきゃ、試験に間に合いません。だから、そんなことをする必要はないんだ。欠陥品にはふさわしくないからね。欠陥品が昇級試験で勝ち進むなんてありえない。知っているぞ、君が今日のためにわざわざ手抜きをしてきたこともね。違う。私の目を欺こうとしてもそうはいかない。オルティナノスの小賢しさは誰よりも知っているんだ。今日のために頑張って稽古に励んできたこともよーく知っているぞ。どんな法をもってしても私をここに縛りつけることはできないはず。通してください。それが婚約者に対する口の利き方か。これは天命を減らす意図ではない。夫から妻へのしつけだ。ただもうこの言い訳は使えんがな。なぜ？お前との婚約は解消するからだ。そんなことがあるわけ。幼い頃、父上からお前との婚約を取り付けられたと聞いた時は心から悲しんだよ。こんな卑しいオルティナノスケの人間と婚姻するなど、死んでもごめんだからな。だが父上はこう言ったんだ。これはあくまで口約束。教会で誓う本物の婚姻と違い、私の気分次第でいつでもこの制約は破れるとな。一体
何を言っているの？そう、この制約をどう扱うかはお前の自由だと父上は言ったんだ。だから存分に利用させてもらったよ。私を好きなように扱うために？それ以外何の目的があると言うんだ？愛されるような価値が自分にあるとでも思ったのか？随分と楽しませてもらったよ、メリナ。衝撃を受けて動けないのか？では逆に聞こう、お前みたいな欠陥品の一族、一体誰が何のために相手にすると思う？利用する目的以外に何もないだろう。いやとはいえ、これまでは本気でお前を妻だと思っていたよ。お前の無能さに愛想を尽かしたというだけだ。つまり禁忌目録違反など犯していない。お前は私を失望させた。これよりお前との婚約を破棄する。私はこんなことも知らずにずっと従い続けてきたというの？それではな、メディナ・オルティナノス、欠陥品の一族。行かなきゃ。どうして足が動かない？行かなきゃいけないのに。おや、お坊ちゃん、こんなところで何を？もう鍵をかける時間なのに。ああ、忘れ物をして取りに行ったんだ。中は確かめたので施錠して大丈夫ですよ。ここに人は誰もいませんから。わざわざ教えてくださりありがとうございます。いや、出して。ありがとう。それでは失礼するよ。出して、お願い。何でもするから許して。結婚品は人ですらない。ずっとそう思っていたというのか。だからあんなひどいこと。一族を守るためあの男に従い続けていたというのに、私は何のために？なんと愚かなんだろう。やっぱり私は。欠陥品の姿が見えないな。いざとなると弱気になったか。所詮は欠陥品だもの。大した実力もないから敵ではなかったけどね。まったく性格悪いな。ああ、本当にね。いや、お待たせ。あら、遅いじゃない。心配したわよ。悪い悪い。まあ、未来の旦那様として情けないわよ。許してくれよ、お姫様。え、あいつメディナの婚約者じゃないのか。どうして別の女の人と。あんな、少しゴミの掃除を手伝っていたんだ。もう終わったけどね。貴族がゴミの掃除するわけなさそうだけどね。なんだろう、すごく嫌な感じがする。キリッと。今の声、メディナ？なんで。剣の実技試験はこれより30分後に開始する。生徒各位は自分の試験番号と組分けを確認し、各会場に向かうことを命ずる。そろそろか。緊張するね、キリト。ユージョ、悪い。悪いって何が？絶対に間に合うようにする。でも心配かけるから先に謝っとく。ちょっとキリト、どこに行くの？とはいえどこにいるか見当はつかない。でも探しに行かないと。誰も来るはずがない。
最初から期待したことなんて一度もない。だって私は欠陥品だから。お前みたいな欠陥品の一族、一体誰が何のために相手にすると思う。助けを求めたところで最後はみんな裏切るんだ。欠陥品とは話すなってお母様から言われたの。だから私は助けなんて求めない。自分の力で全てを変える。そのためにここへ来たんだ。誇りを持ち続けなさい。お前は私の大切な娘だ。父上、私何も成し遂げられないの。メディナは絶対にいい剣士になるぞ。私なんかよりもな。メディナ、本当にすごいな。なんで。そうだ、立ち合い、俺と立ち合いしてくれ。道場なんかで友達やるほど俺は優しくないよ。メディナが誇りに思っている人たちが欠陥品だなんて俺には思えないんだ。俺はメディナの友達だ。だからこんなこと黙っていられない。あいつだって同じ。最後は私に背を向ける。本当にそうなのかな。わからない。わかりたくない。もう傷つきたくない。メディナ、キリト、メディナ、メディナ、大丈夫か。いろんなところ探して、メディナとあいつをこの辺りで見たって人がいて、それで物音がして清掃の茶に鍵を借りたんだ。お前、細かい話は後だ。早く行かないと試験に間に合わないぞ。私に関わるなって言ったのに、なんで。俺が勝手に関わりたかったから来たんだ。メディナ、大丈夫か。何が。いや、その涙。何でもない、大丈夫。分かった、それじゃ急ごう。キリト初等練士にメディナ初等練士、遅いぞ。3分前ぐらいだから大丈夫ですよね、先生。まあそれはそうだが、早く準備しなさい。わかりました。お前、欠陥品と薄汚い平民が揃って現れるとはよく間に合ったな。欠陥品、確かに私は欠陥品かもしれません。あなたに備わっているある感情が私にはありませんから。ある感情、一体なんだ。反論するとは生意気だぞ。自分より強い人間を潰そうとする腐った根性だ。お前と違ってわざわざそんなことしなくたって勝てるからな。お前、結果は試験でお見せします。楽しみにしていてください。メディナおめでとう。見事剣術試合で8入りするなんてすごいよ。お前とユージオの方が順位は高かったがな、悔しい。正直だな。当たり前だろ、新生術の試験では負けないからな。いやはや、お見事というべきか。ん？私に何か用があるのですか。不思議なこともあると考えただけだ。欠陥品が私よりも上位になるとはな。結果は結果、事実です。ふざけるなよ、欠陥品の一族。あらかた教官を抱き込んで不正でもやったのだろう。おい、私に敗北したことが真の結果ではないと。敗北だと、いい気になりやがって。なあ、そうだとも、私が認めるはずがないだろう。なるほど、では本当の決着をつけるとしましょうか。メディナ、あなたが本当の決着をつけたいなら立ち合いをお受けします。ほう、よくもそんなことが言えたな。やましいことは何もないからです。ほう、
ではもし私が勝ったら試験の結果を不正と認めろ。そして再び私の命令に従ってもらうぞ。いいでしょう、負ける気はないので。メディナ、何考えているんだ。あいつ何するかわからないぞ。大丈夫、私を信じて。ああ、わかった。では行くぞ。こんな力がなぜお前に。抵抗したとて貴様を許すつもりはない。どこにも逃がすものか。お前みたいな欠陥品の一族、一体誰が何のために相手にすると思う。利用する目的以外に何もないだろう。お前もあのバカな父親と同じだ。欠陥品のオルティラノス。許さない許さない、私はこいつを。これがオルティナノスの剣だ。右目は痛い。殺さないでくれ。私何を。勝負は終わりだ、勝者はメディナ。な、何をする気だ。やめろ。立ち合いをお受けいただきありがとうございます。あなたのおかげで誓いを果たせました。誓いだと。亡き父に私が誓ったことです。オルティナノス家は強く正しく、何があろうと誇りを失わない。父亡き今、私は必ずやその誓いを守り抜く。よかった、一部の貴族以外はちゃんと拍手してるね。ああ、まともな神経の持ち主ならわかるはずだからな。真の勝者が一体誰なのか。そうして剣技の試験は終了した。しかし成績上位者には最終審査が待ち受けていた。おいメディナ、まだまだ肉あるぜ。せっかくお疲れ様会のために買ったのに食べないのかよ。お疲れ様会？俺たち無事に上級集権士になれたねの会とかいう変な名称の会じゃなかったのか。どっちでもいいじゃないか。それにしてもメディナの戦いはすごかったな。一瞬たりとも目が離せなかったよ。どうかしたのか？キリト、私はあの時本当にあいつを殺そうとしてしまっていた。しかし右目が激しく痛んで剣が止まったんだ。メディナ、また右目が。メディナが殺意を覚えた時に痛んだということは、
やはり何らかの意味を持つのか。それでよかったんだよ。メディナは十分あいつを見返したぜ。自分の力で誇りを取り戻したんだ。そうだろうか。ああ、剣気から確かに感じたよ。メディナが背負うオルティナノスケの誇りをな。キリト、お前に一つだけ聞きたいことがある。ん？どうしてあの場所に来たんだ。言っただろ、俺を呼ぶ声が聞こえたからって。呼んでないし、呼んだとしても届くはずなんてない。いや、聞こえたよ。まあそういうことにしといてやる。あ、お、今日満月だな。昇級祝いにふさわしいというか、なんというか。月か。そういえばもうずいぶん長い間まともに見たことなかった。一人旅してたのに。ああ、私はずっと同じ夜を繰り返していた気がする。真っ暗闇の中にただ一人。そうか。だが終わりのない夜の中にもただ一筋の光があるのかもしれない。不思議と今はそう感じている。ああ、俺もそう思うよ、メディナ。リーナ先輩は卒業トーナメントで首席上級集権者を破り、北セントリア集権学院を第1位の成績で卒業した。そして今日は卒業の日だ。おめでとうございます、リーナ先輩。本当に卒業してしまうんですね。どうした、寂しいのか。ねえ、寂しいですよ。そうか。だがお前のことだ。忙しさの中でどうせ私のことなど忘れてしまうさ。そんなことはありません。リーナ先輩は俺にたくさんのことを教えてくれた大事な人です。絶対に忘れたりなんてしませんよ。大事な人か。実はリーナ先輩に渡したいものがあるんです。お前には全力の剣技を見せてもらった。これ以上何かをもらっては申し訳ないくらいだ。気にしないでください。それに剣技を見せると決める前からこれを渡そうと思ってたんです。受け取ってください、ディーナ先輩。これはまさかゼフィリアか。そうです。この花は西帝国にしか咲かないはずだ。手に入れるのに相当な苦労をしただろう。ねえ、確かに大変でした。けどリーナ先輩が喜んでくれると思って、前にゼフィリアが見たいと言っていましたよね。リーナ先輩、覚えてくれていたんだな。当たり前じゃないですか。そうか、これほどの贈り物を私はもらったことがない。ありがとうキリト。お前と共に過ごした日々は私にとってかけがえのないものだ。